こんにちは。税業専門の税理士川南です。本日の動画は e-tax って何が便利なの、どう使うの、入力方法について実際の画面を使って解説していきたいと思います。私はオンラインサロンも運営しています。その他 Twitter、Instagram、TikTok、 他の SNS もやってますのでチェックの方お願いします。また個人事業主向けに本も出版しましたのでぜひ合わせてよろしくお願いします。それでは本日の内容に早速いってみましょう。はい、それでは確定申告の提出を e-tax でしたいという方向けの動画になってます。 e-tax の実際の使い方見ていきましょう。本日の内容です。まず e-tax って一体ね、電子申告って何が便利なのについて解説します。メリットについて順番に紹介をしていきます。そしてまず事前準備には何をすればいいの、何が必要なのかについて解説をしてから、確定申告作成コーナー実践編ということで実際の画面を使って入力このように感じで進んでいきますよっていうのを紹介していきたいと思います。そして最後、申告後の注意点、これ皆さんやりがちな失敗がありますので、ゆくゆくね自分が困ることになるので動画ぜひ最後の方まで見てください。出版した本についても e-tax については書かれていて、9の、ね、30でなってます。 e-tax って何、電子申告について教えて、どんなメリットがあるのっていう9で、答えがここです。電子申告だと会場に行かなくていいよ、パソコンやスマホでも確定申告ができる、そしてこれが一番メリットですよね、青色申告65万円控除できるのは電子申告のみですよということで、ここが実際の確定申告作成コーナーの図が載っている、こんな感じになっています。では順番にもう少し詳しく e-tax のメリットについて見ていきたいと思います。次のスライドから順番に紹介をしていきます。はい、 e-tax のメリット、まず一つ目、自宅から確定申告ができるということです。今コロナ感染症が広がってますので、やはり外出しなく自宅から確定申告ができるっていうのがメリットだと思います。また混雑する税務署に出向く必要がない、今の時期ね駐車場も混んでいたり、また書類が足らなくてまた一から並び直したっていう話もねよく聞くんですけど、混雑するね税務署に出向く必要がありません。また郵便局やポストへの投函もないので、そのね手間も省けると思います。もう自宅から電子申告で送ればそのまま郵便やポストに行く手間が省ける、小さいことですけど切手代も浮きます。またね返信用封筒などね入れる必要がありませんので、そちらのね手間も省けるんじゃないかなっていうふうに思います。2つ目です、添付書類の省略が可能になります。皆さんね紙で提出してるとき、この台紙にノリでペタペタ貼ってる作業したことありますよね。この台紙でノリでねペタペタする作業もしなくても OK になります。添付書類の省略が可能になります。例えばどんな添付書類が省略可能かと言いますと、国民健康保険の控除証明書や国民年金、また生命保険控除などなど、さまざまなね添付書類が省略可能になりますので、電子申告の方が楽なのではないでしょうか。そして3つ目、還付申告の場合、還付までが早いです。これは税務署に持参し提出する、または郵送の場合よりもスピーディーに処理がされますので、還付金が入金されるのが早いということです。どれくらい違うかと言いますと、通常提出や郵送した場合には1ヶ月から1ヶ月半程度っていう目安なんですけども、電子申告で申告をした場合は目安として3週間程度、早い場合は2週間程度で入金という場合もありますので、還付までがスピーディーになります。そして e-tax のメリット4つ、期限内なら修正が可能ということです。ミスに気がついたとかね、あこの資料足らなくてまだ控除できるものがあったって言って後々見つかっても、期限内でしたらもう1回電子申告をすることで送信したデータが上書きされるんですね。そうすると一番新しいもの、上書きされたものが正しいもの、正式なものというふうに判断されますので、期限内の修正が簡単に可能ということになります。これ気をつけないといけないんですけど、期限後になるとこういうふうな簡単な修正はできませんので、そこだけちょっとねご注意ください。そして最後5つ目ですね、青色申告特別控除上限の65万円が使える、これが一番電子申告 e-tax をするメリットではないでしょうか。これはね65万円控除にするには電子申告をしているということが条件になります。こちらね本から抜粋した表なんですけど、青色申告の特別控除には65万円、55万円、10万円3種類あるんですね。で、65万円が上限なんですけど、一番マックスですね。65万円するにはまず複式簿記をする、そして貸借対照表と損益計算書を添付する、そして期限内に申告する、プラス e-tax で電子申告または電子帳簿保存法を使えばそれでもクリアになるんですけど、まあ、e-tax ね電子申告するっていう方が多いと思いますので、65万円控除狙うにはこの電子申告が条件ですよっていう風になります。
電子申告はせず郵送や税務署に持参すると55万円の控除になります。なので控除額が55万円、まあ10万円の差なんですけど、この10万円の差結構大きいですので、やはりね電子申告して65万円控除を狙った方がいいんじゃないかなというふうに思います。では次にね、この電子申告 e-tax するにはどんな事前準備が必要か、必要な準備について次のスライドで解説します。 e-tax をするための事前準備です。まず1つ目、マイナンバーカードを用意しましょう。このねマイナンバーカードちょっと取得に時間がかかるので、もしね今年確定申告ねどうしても電子でしたいという方はもうかなり急いでマイナンバーの手続きをしてください。でマイナンバーカード方式の場合は必要になるんですけども、 ID パスワード方式になりますとマイナンバーカードは不要となりますので、もしマイナンバーカードが間に合わないという方はこの ID パスワード方式を使うというのも一つの方法です。しかしこのね ID パスワード方式も事前に税務署に申請を出して手続きを踏まないといけないですね。どちらにしてもお急ぎください。そして2つ目、利用者識別番号を取得する必要があります。こちらは16桁の番号があります。そしてこれは毎年ずっと使っていく番号になりますので、要は私の確定申告書の番号はこれですよというようなものですので、必ずこれは保存必須です。なくさないようにしましょう。こちら暗証番号もね一緒に発行されますので、この利用者識別番号と暗証番号必ず忘れないようにデータを保存しておく、もしくはどっかに控えておく、必ずね分かるようにしておいてください。こちらは e-tax の方から簡単に取得が可能ですので、そこまで難しいものではありません。要はね住所、電話番号、まあ自分の情報を書いて e-tax の方で送れば自動的に16桁の番号が付与されて暗証番号を決めるという流れになります。そして3つ目に準備しないといけないものはカードリーダーの用意です。カードリーダーの方はパソコンでする方は必要になります。今は確定申告はアプリでもできますので、アプリで申告する方はカードリーダーが不要になります。じゃあカードリーダーどこで売ってるんですか、どこで入手するんですかというと、ネットで売ってますので、ね、まあ Amazon などポチッとすれば届くと思いますので、ずっと使うので買ってもいいですし、まあカードリーダー使いたくないなっていう方はスマホの方から確定申告の方をしてみてください。はい、それでは e-tax をしようということで確定申告の作成コーナーを使うのがおすすめです。こちらウェブ上で確定申告を作成できるシステムになってます。確定申告の作成コーナーはこのような形です。これが作成コーナーのトップになります。このねところからスタートをします。では、ね、確定申告の提出期限なんですけど、2月の16日から3月の15日までの締め切りになります。そして今回コロナの影響なら延期が可能になりました。それは4月15日の間になります。こちらね前回動画で作成してますので、ぜひそちらの動画の方合わせてみてください。では実際の画面でね先ほどのトップページに行って使い方を紹介したいと思います。はい、では行きます。こちらが国税庁の実際の作成コーナーのトップになります。このような形になってます。このねトップページの URL 概要欄に飛べるように貼っておきますので、ぜひ皆さんここのページにまず来てください。じゃあどうやって行けばいいかというと、作成開始、保存データを利用して作成開始って2つパターンあるんですけど、これはね途中でね保存したデータがある方はこちら、または過去のね申告書のデータがあるよ、去年のデータがあるんだよねっていう方はこちらから使うと効率的にできるのでおすすめします。でも今回はねこちらのね新しい作成開始の方から行きたいと思います。はい、それでは作成開始を押してみます。そうするとこのような画面が出てきます。マイナンバーカード方式ってことね、これはアプリですね。要はマイナンバーカードを読み取り専用のスマートフォンを利用して e-tax をするのがこちらです。これは携帯でねアプリを使ってやる方や、パソコンに表示されるバーコードをスマートフォンで読み取ってやられる方はこちらを選んでください。そして先ほど言ったように ID パスワード方式もありますよって紹介したんですけど、 ID パスワード方式、この税務署で発行された ID パスワードを使って申告する方はこちらをクリックしてください。そしてもう一つですね、これがマイナンバーカード方式ということで、カードリーダーとマイナンバーカード両方を使って e-tax をすることができる、それをする方はこちらの方をクリックしてください。印刷して提出したいという方はこちらの方をクリックします。このように4種類分かれてますので、自分がどの方法を使って電子申告をするのかというのを決めていただいて進んでいってください。進んでいくと内容が変わりますので、必ず最初にここは選ばないといけないです。今回はこのパソコンでカードリーダーを使ってマイナンバーカードを使って電子申告をするよという方の説明にしますので、こちらをクリックします。そう、このようなものが出ますので次へ進んでください。そうするとここに令和3年分の申告書と作成って出ます。これが過去の年分になりますので、過去の方はこの申告書を作る方はこちらを選んでください。今回は令和3年分の確定申告を作るっていう風になりますので、こちらを選びます。で矢印を押すと開いてウィンドウが出てきます。これね、いろいろ消費税、贈与税って分かれて
ています。今回ね、個人事業主向けに作ってみますので、まあね、事業所得があるよという方はこちらを選ぶことになるかと思います。ですので、事業所得、不動産所得があって青色申告をする方はこちらを選びますので、こちらをクリックします。そうするとね、次このような画面に行きます。マイナポータルと連携しますかどうですかって聞いてくるんですけど、ほとんどの方連携しない方が多いと思うので、こちらを選んで次で進むを押します。とこのような事前準備を行いますと出てきます。これね、事前準備が正常に適用されている場合はこのように出て進めるようになります。もしここの段階でなんかエラーが出るよって方は、ダウンロードしているものが足らないので順番にダウンロードをしていってください。次で進みます。そしてマイナンバーカードによる認証を行いますと出てきます。でこちら押します。そうするとこちら4桁のねパスワードを入れてください、要はマイナンバーカードのパスワードを入れてくださいって出てきますので、こちらの方を入力して OK して進んでいってください。今回ねちょっとねマイナンバーカードのさすがにねデモ機というものはないので、今回こちら一回閉じて戻って同じ画面のところに続くところまでねちょっと一旦戻ります。で今回電子申告でするって前提なんですけど、画面を進めるために一旦ちょっとね印刷して提出とするものを選んで進みます。ここ先ほどと一緒ですね。事前準備同意して次を押します。でここも一緒です。でこちらを選びます。そうすると次へ進むってありますので次へ進みます。そうすると電子申告マイナンバーカードを使うことがこちらの上 e-tax で送信するに丸がついてるんですけど、今回ちょっとねデモ機がね e-tax バージョンはさすがに持ってないのでこのまま進みたいと思います。で次にこれですね、作成する決算書の選択を聞いてきますので、青の方はここにチェックを、白の方はこちらという形で、ね、自分に合ったものを選んでください。今回は青というね前提でいきますので、青色申告を選んで入力終了、次へ押します。そうするとこの画面に進んできます。そこでね、今回は事業所得の説明になりますので、こちら入力するを押します。そうすると次このような画面にたどり着くと思います。ここで実際の自分の1年1月1日から12月31日の1年分のビジネスの動きを入力して所得を計算する流れになります。この売上を押してもらうと、ここに売上が 1,2,3 月というふうに出てきますので、それぞれねどんだけ売上があって仕入れがあるかっていうのを入力していく流れになります。今回ねこのねこまごま入れずにざっくりと入れたいと思います。はい、今回売上が800万の方で仕入れはないという前提で進んでいきたいと思います。それで仕入れがある方はこちらに機種商品や仕入れ金額、期末商品、要は棚卸しをして数字を入れてきます。そして各経費がいくらあるかというのを聞いてきますので、こちらの方を、ね、該当するように租税効果が例えば5万円だよとか、水道光熱費が年間で12万円かかったよっていう感じで入力していくっていう風な流れになります。そんなに、ね、難しくないと思いますので、こちらの数字さえ出ればスムーズに、ね、入力していければと思います。今回はざっくり、ね、400万円ありましたよ。皆さんはねここコマゴマクを入れてもらって、まあ、合計が400になるというふうになったとします。そうするとそこから勝手に自動計算をしてくれて、青色申告特別控除前の所得は400万円ですよというふうに出ます。そうすると次ね入力終了になりますので、次に行きます。そうするとこのように確認の画面が出ます。ここで自分の所得が決まりますので、この所得で合ってるかを確認して OK でしたら入力終了になります。でここでご一読ください。要はね65万から55万になりましたけど大丈夫ですかって確認が出ますので、これ大丈夫な方は閉じるを押してください。そして65万円控除のためには貸借対照表をね作らないといけないので、そちらの方をねどうしますかを聞いてきます。でまず青色申告特別控除なんですけど、今回は電子申告で65万円という前提ですので、ここで選ぶのは65万円になります。でこれはね電子帳簿の承認、要は電子帳簿保存法の申請をしてますかどうですかです。大体の方はいいえになるんじゃないかと思うので、今回いいえですので行きたいと思います。もししてるよって方ははいを選んでください。そして検算書の申告コーナーで、まあ、退職対象表を作成しますかって聞いてきますので、ここは作成するになると思います。この作成をしないと65万円じゃなくて10万円控除になってしまいますので、作成しましょう。で入力終了で次へ行きます。でね本当は皆さんこう65でいいんですけど、今回書面で選んでるので、書面で選んでる65が選べないよってことですね。なのでここはこのように55にします。はい、そうすると貸借対照表を入力する画面に行きます。これですね、こっちが前回1月1日期首の段階になりますので、前回の確定申告書の残高になります。こちらをね前回のやつを見ていただいて入力していただいて、今回は12月31日時点で現金がいくらある、普通預金の残高がいくらある、まあ、売掛5万円あるよという風な感じでこのような形で入力をしてきます。今回ここね入力していくとねまた時間かかってしまいますので、この入力の仕方っていうか記入の方法については、去年の確定申告書に用紙の書き方1枚目2枚目3枚目4枚目というふうに出してますので、そちらの方を見て記入の方法は確認をしてください。じゃあこの感じでね、皆さんは入れてもらって今
今回私はね、ここを作成しないにしますけど、皆さんは作成をしてください。はい、そうするとこの画面で所得金額の確認になります。要はね、800万の売上で経費が500万かかりました、所得は400ですよねって。でここで青色申告の特別控除額がきます。今回ちょっとね、書面の提出の方を選んでますので、皆さんの方は電子申告で提出するって方を選んでいくと65万円が選べます。でこのように65万円控除、今回55万円になってますけど、そこからね、青色申告控除分を引いて所得金額がこれですよと出ます。で次へ進みます。そうするとここに住所、名前などを入れる画面がきます。これは利用者識別番号で登録した時に住所を入れると、ここは自動的に飛んできますので、そちらの方はね、最初から入力するっていう必要はなくなりますし、ここにもし入ってない、データが来てない場合は、自分でここで郵便番号、住所などなど入れていって進んでいってください。なのでここはね、記入していただいて終わりましたら、ここですね、次へ押します。そうするとこのようになりますので、ここで印刷する方はもちろん確認のためにして、間違いがないかチェックのために印刷してもらってもいいですし、印刷の方法はこちらの長方表示印刷っていうのを開けるとダウンロードされますので、画面を印刷してください。じゃあ今回印刷は終了したということで、次へ押します。でここで一度入力データを保存するっていうところが出ますので、ここで一旦ね、入力データを保存したいという方はこちらを押してください。次、所得税の確定申告書を作成しますよっていうので、こちらをクリックします。すると入力した情報を引き継ぎますかっていうふうに聞いてきますので、はいは選びます。ではいをすると、先ほど入れた数字入力が出てくるので、ここで作成開始、この赤いボタンを押します。そうするとこのように出てきます。ここで聞いてくるのが、給与以外に申告する収入はありますか。これ事業所得がある方ははいになりますので、はいです。そして青色の申請を受けてますか。青色申請するためには税務署からの青色申告承認が必要、事前にね、申請手続きをしているはずなので、来ている方ははいを言ってます。そして税務署から予定納税の通知、これ予定納税というのは税金の前払いがあるんですけど、ある方ははいを押してください。ない方はいいえで進みます。今回はないということで、いいえで進みますね。このような画面に切り替わります。こうするとね、収入金額と所得の金額が出てきます。これが先ほど入れた自分の青色申告控除をした後の所得金額になります。でこのような画面になってきますので、他ね、もし給与所得があるよとかね、どこかから給与もらってるよって方はここ入力しますし、例えば年金がある方はこの年金を入力しますし、他利子所得や配当所得、不動産所得がある方はこちらまた入力をしてきます。今回は何もない事業所得1本だと考えて、このまま進みます。ちょっと今年から変わったんですけど、帳簿を選ばないといけないんですね。なのでここの事業所得の中の内容確認のところを押していただくと、ここのね、営業等の帳簿をどのように作りましたかっていうのを選択する画面が出てきます。ここ必須項目になりますので、ここを入れないと次へ進まないのでお気をつけください。電子帳簿の方は1番、会計ソフトで作ったよって方は2番、それ以外の方は3番、1から3番の以外はこれっていうふうに選べますので、今回ね、会計ソフトで作った帳簿がありますよっていうふうな前提でいくので、こちらを選びます。そして終わりましたら入力終了をしていただいて、が何もないので事業所得のみなので次へ進みます。そしてここですね、ここは皆さんよくご存知であろう、医療費控除があるよとか、社会保険料控除、国民健康保険、国民年金払ってるよ、小規模共済があるよって方は順番にあるもののところの入力する画面を押していただいて、指示に従っていただければと思います。今回はね、ここのね、やり方はね、省きます。皆さん違うのでね、寄付金控除がある方はこちらです。家父一人親控除があるよって方はこちらから入力をしていってください。で配偶者がいるよ、扶養控除があるよっていう方はこちらの方から順番に入力をしていく形になります。こういう感じですね。そう入力するとそこ名前とね、生年月日等々必要な項目を入れていってください。今回何もないということでね、進みたいと思います。で全部入れましたと。でこの基礎控除っていうのは誰でも48万円もらえますので、ここは自動的に入ってきます。そして入力終了を押しますと、このような画面に次切り替わります。もしこちらでね、該当するようなものがある方はこちらから順番に入力をしていってください、ね、例えばここ先住者給与があるよって方はこちら入れていきますし、過去の損失があるよって方はここから入力をしていきます。今回何もないということで、このまま次へを押します。そうすると納付する金額、これが税金額になります。でここでもう一回トータルで確認ができます。売上が800万あって、所得金額が345万円になってますね。でその中から今回ね、ここ何も入れずに48万円が引かれていて、次こっち上行きます。そうすると所得金額を自動的に計算をして税金額が出ます。で今回は199,500円、ここが税金になります。これにプラス復興所得税がかかりますので、それが4189円を足して203,689円で切り捨てしますので、端数はこちらの金額が今年のあなたの税金ですよと出ます。そうするとここで確認が終わりました。また次へと進んでください。で
こちら住民税や、ね、事業税に関する事項があるという方は入れてください。それがどういうものかというのはここに説明があるので、入力するものがある方は入力してください。今回次へ進みます。そうするとここで確認事項が出ます。税額いくらですよって出ますので、ここで振り替え納税、まあ、要は銀行から引き落としをする方はこちら振り替え納税の手続きの作成をしてください。現金持ってって銀行で払うよ、または税務署で窓口で払うよという方は納付書の方にこの金額を記入して持っていくことになります。今回は電子納税があったり、クレジットカード納付はこういう風にしますよとかね、コンビニ QR 納付もできる、この場合はここをクリックしてくださいって説明出てきますので、皆さん自分が払いたい納税の方法を選んでください。でずーっと言っていただいて、ここ自動的にね、皆さん自分の情報が出てきます。そして次へ進みます。そうするとここにマイナンバーのね確認が入りますので、ここでマイナンバーを入力します。今回このまま進みます。そうすると最後このような画面になってくるかと思います。ここでね印刷ができます。ここに徴収表示印刷ってありますので、こちらの方を押していただいて印刷をしてください。で、印刷が終わりましたら次へ進みます。はい、そこでここ重要なんですけど、入力データを保存してください。こちらでね、必ず保存しておかないと次の年もね、このデータを引き継いで使うってことができませんので、必ずデータは保存しておいてください。で、そうするともうね、この画面で最後ですね、入力のデータを保存しましたら終わりになります。まあ、印刷して紙で出てきますし、まあ、電子の方の場合はそのままマイナンバーのカードを使って送信がもう完了しましたよというふうな画面切り替えになりますので、そちらの方を確認して印刷が必要な方は印刷をする。そして必ずここの入力データを保存してください。そうするともう終わりです。アンケートに答える方はアンケートに回答して、他の申告書を作成する方はこちらへ、そして終了するを押すとクリアされてトップ画面に戻ることになります。これで終わりです。ざっくりでしたけどね、このような流れで電子申告はすればいいかと思います。それではスライドの方に戻ります。はい、それではスライドに戻ってきました。確定申告後の注意点をね紹介します。これ皆さんやりがちですので、ぜひね最後まで動画見てください。先ほど言ったようにデータをダウンロードして必ず保存してください。これ来年も使用しますので、万が一なくても確定申告自体はできるんですけど、効率が上がりますので、データがあると来年絶対に皆さん助かりますので、必ずデータダウンロードしてください。あともう一つ注意点なんですけど、ダウンロードはしたんだけど1年も経つとね、どこに保存したっけっていう風になるので、きちんと自分が把握しやすい場所、分かる箇所に必ず何年分の確定申告かって名前を付けて保存してください。これ皆さん本当やりがちで、ダウンロードしたはずなのにデータがないっていうのはあるあるです。なので必ず自分が把握できるように名前を付けて分かるように保存をしましょう。そして2つ目の注意点です。申告書は必ず印刷しておくと便利です。いくらね電子申告したとはいえ、データ上いつでも確かに印刷はできるんですけど、また1回1回あのページに行って印刷のコーナーまで行こうと思ったらまた手間ですので、あのタイミングで印刷さえしておけばコピーもできますし、いろんなものに対応ができます。そして控えが手元にあると、去年っていくら稼いだっけとか、あと補助金や給付金の時でもパッと売上高が分かったりするので、手元にあると非常に便利です。また借り入れの時や、先ほど言ったように補助金や給付金の申請の時に確定申告書が提出書類として必要になりますので、手元にあると申請何にしてもね、何するにしてもスピーディーに行えますので、手元に印刷をしておくっていうことをおすすめします。そしてもう一つ最後注意点なんですが、この受信通知の保管しておくことが必要になってきます。こちらは申告書を提出した証拠となります。手で持っていった場合で、税務署の方が受付でね、この事業員受付員を送ってくれるんですけど、電子申告の場合はそれがないので、じゃあ何を持って申告書を何日何時に出したっていう証拠になるかというと、この受信通知というものが証拠になるわけです。ですので受信通知を必ずダウンロードして保管しておきましょう。これどこから来るんですかっていうと、メッセージボックスというもののところに届きます。そのメッセージボックスに届くので、開けて受信通知をダウンロード印刷することができますので、ぜひ皆さんこちら最後の方までねしておくと、次自分が何かするって時に必ず助けられて、あるよあるよっていう風に、ね、すぐ書類が出てくるようになりますので、必ずこの3つの点、これねやらないでねしまったっていう風になりますので、必ずこの3つの注意点気をつけてください。はい、そして確定申告の作成動画なんですけど、今回はね e-tax 電子申告の確定申告のコーナーについてね、実際の画面を使って紹介したんですけど、実際のね書き方っていうのや確定申告動画についてはこちらの動画を作っております。入門編知識編っていう本が入っていただいて、書き方から見たいって方はこの1枚目2枚目3枚目4枚目の書き方を手でね書いていく方法なんですけど、書き方の方法を解説してますので、先ほどのね画面がわからない、どういう風な数字を入れればいいのかなっていう方はこちらの動画の方を確認してみてください。またねこちらセミナー形式の動画もあります。セミナー
ナー形式の方がちょっとねゆっくり進んでいきますので、そういう解説の方がいいなっていう方はちょっとねかなり昔の動画になるんですけど、セミナー形式の動画もあります。また今回ねこれ青色申告の方の書き方なんですけど、白色申告なんだよっていう方はこの初めての白色申告書き方っていう動画がありますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。はい、お知らせです。私はね本を出版しました。サイン本はベース税理士川南のベースから飛べます。また Amazon 税金部門常にランクインしてますので、ぜひね本の方お願いします。 URL からね飛べるようにしておきますので、チェックの方してみてください。このような感じで Q&A 形式になってまして、個人事業主向けに必要な内容が一冊にギュッと詰まってますので、ぜひ本の方よろしくお願いします。私はオンラインサロンを運営しています。オンライン上に税理士を味方につけることができます。メリットが3つあります。まず1つ目です。質問や相談がオンライン上がいつでもできること。2つ目が定期的にサロンズームを開催しています。企業メンバー同士の情報交換、またはズームで私に直接相談や質問がすることができるのが2つ目のメリット。3つ目のメリットは税理士の裏側を公開しています。 SNS での集客方法、ビジネスの方法、お金や経理、税金のニュースなど情報をオンラインサロンのみに投げておりますので、ぜひオンラインサロン検討してください。概要欄から URL に飛べるようになっております。はい、そしてぜひ YouTube の方チャンネル登録お願いします。これ以外にも私は Instagram、Twitter、TikTok もしてます。 TikTok はフォロワーが 5.9 万人いますので、ぜひその他の SNS もチェックしてみてください。また高評価ボタンのグッドボタンお願いします。また感想やコメントすべて目を通してますので、励みになりますのでお願いします。はい、それでは本日の動画以上になります。皆さん確定申告時期頑張ってね。確定申告早めに終わらせて本業に専念しましょう。本日の動画以上になります。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。